前回のあらすじ、前回は静岡県から出発、最高の天気の中日本平パークウェイを走っていきます。こんな感じの緑の中走っていって、最高の景色と出会い、そして伊豆スカイラインの入り口まで走ってきたのでした。はい、これから伊豆スカイラインに乗っていきます。ここが料金所ですね。で、この伊豆スカイラインなんですけど、ここにいい感じに地図がありますので見ていきましょう。今ここですね、現在地ここになります。でかなりの距離ありますね、下までぐーっと、一番最終点は天城高原まで伊豆スカイラインはつながっています。で料金なんですけど、走る距離によって変わるみたいです。今熱海通りですので、天城高原までフルで行きますと料金1000円ですね。車だと1000円、バイクだと580円で、距離が短くなるにつれて料金が安くなっていくという感じです。でどこまで走るかなんですけど、僕の持ってる地図によると、この熱海峠からこの亀石峠まではなんかおすすめルートの表記ありましたので、ここまで走って、あとは下道に降りていこうかなと思います。それじゃあね、亀石峠まで伊豆スカイライン走っていきましょう。じゃあ伊豆スカイライン行ってみましょう。亀石峠までで430円です。よっしゃ、行きましょう。まあでもね、スピードは控えめに行かないとね。さっきそこの料金所のトイレの張り紙に、なんか取り締まりやってますよみたいな、そういう張り紙があったんで、飛ばしすぎないように行きたいと思います。なんかね、ヘリコプターを使って速度の取り締まりやってっからねつって書いてたんで、はい。さあ伊豆スカイライン、ちょっとカメラには映しきらんと思いますが、右手にすごい街の景色が広がってました。うわー、目の前の景色もすごいね。うひゃー、山の上を行く道路なのかな、こう開放的な道になってますね。おお、すげー。ちょっと止まろう、ここ。まだ走ってそんな間もない。何これ。はあ。こんな景色よかですか。はい、はい、こちら伊豆スカイラインの滝地山です。標高は649メーター。なかなかね、気持ちのいい駐車場です。さあこちらからの景色見ていきましょう。静岡県ようこそ。はい。これ見て、これこの青さ、海じゃけよ、すげえよな。山もすげえしよ、海が綺麗じゃ。でね、この下に見えるのは熱海の町だそうです。で向こうの方はね、千葉の房総半島も見えるらしいです。今日はちょっと薄曇りかな。じゃあけど、この山の緑から海の青さ、ほんと最高。さあまた伊豆スカイライン走っていきましょう。いやすげえ、まだほんのちょっとしか走ってねえのに、こんな絶景に出会えるとは。はあ、まだまだ序盤なのにね。スカイラインすげえ。すげえ。さあ次はどんな景色が見えるじゃろうか。行ってみましょう。いいね。すげえ。今日はちょっと雲がかってるけど、遠くに富士山が見えます。あれです、でかいですね。すごい、ほんとすごいな。左手の方も海がすごい綺麗に見えるし、すごい。そして田んぼの風景があって、静岡のシンボルでもある富士山がよく見える。
すごいな、こんないい景色が走りながら見れるっていうのが、それが伊豆スカイラインですね。さあどんどん走っていきましょう。すっげー伊豆スカイライン半端ねほんと景色がいいね、この伊豆スカイライン、うん、じゃあこの調子でどんどん走っていきましょう。うわー前俺悪くないよね今10キロで走ってるからね、10キロねあの人は10キロで走ってるわほんとにこの伊豆スカイライン景色最高ですね。道路も楽しいし、こうやって景色も楽しめる駐車場もたくさんあるし、まあぼっちりとこですね。本当にいい道路だと思います。それじゃあ今度は、そうだそうだ、伊豆半島ぐるっと回る予定なので、ずーっと行って今度は海沿いに出ていきます。それじゃあまた走っていきましょう。さあここですね、亀石峠の出口、ここで降りていきます。でここでね、あの料金所で買ったチケットを渡すっていう仕組みですね。よいしょ、はい、こんにちは。はい、どうもありがとうございます。はい、どうも。はい、こんな感じでした。今回430円であれだけの絶景堪能できましたから、いいんじゃないでしょうか。まあでもやっぱり晴れた日がおすすめですよね。富士山がこう見えるような、そんな晴れた日はいいと思います。さあ今度はね、海沿いの方へ出ていきます。海沿いへ出て今度は半島を、時計回りへぐるっと回っていきます。今海を見ながら峠をこう下っていく感じですね。こう下りもすげえこの伊豆のあたりの道はすげえ見える、これ道がもう曲がりくねってるどころじゃなくて、もう歪んでるように見えるんだけど、すげえ蛇みてえな道やほんま、わあジェットコースターみてえだ面白え。いやタイヤがええのがついとるけんなより面白いですね。はい、いやー静岡県ね、僕まあ通過することはよくありますけどね、これだけ深くこう静岡ドライブしたっていうのはなかったんで、こんないいところが陽気あるところだとは思ってなかったですね。うなぎも美味しいし本当にいいね、うん、きっと動画をご覧の皆さんにもこの静岡のいいねっていうところが少しは伝わってるんじゃないかなと、伝わってたらいいなと思います。さあここから国道135号線で下田東伊豆方面右折していきます。左折すると熱海の方に行くそうです。出ました、海ですいやーやっと海沿いだね。やっとこの伊豆半島を一周するっていうのがこう始まったような感じなんですけど、めちゃめちゃ距離があるんですよね、こっから一周するとなると。で今時刻15時40分、いやー一周する頃には夜になっちまうかもしれないですけど、まあのんびり行きましょう。なんかこういうとこは本当晴れた日にドライブするのは本当に最高です。あ、道の駅もカラフルだわこの辺なんかリゾート地なのかな、すげえな賑やかなところですね。はい、少し休憩をしていました。今時刻17時30分ですね。それでね、まだ全然こう進めてないんですよね、はい、完全に伊豆半島の大きさを舐めてましたね、うん、思ったよりも伊
伊豆半島はでかかったという感じです。このままだとね、完全に夜になってしまうので、ちょっとルート変更をして少し山の中を突っ切っていく形で、今いる西側の海沿いから東側の海沿いへ走っていこうと思います。できたらね、こう夕日なんかも見れたらいいなと思いつつ、135号走っていきます。今海沿いのルートですね。東伊豆町です。はい、今度は国道から県道に入ってまた山を越えていきます。西伊豆を目指してますね。前方にはスーパーカブでしょうか、 100cc ぐらいのスーパーカブが走ってますね。旅のものでしょうか前にね、カブが走ってるとどうしてもあの水曜どうでしょうを思い出してしまうんだよね。姿勢もいいからさ、まさにそれっていう感じなんだけどね。はい、まあ、カブの後ろをのんびりと山の中抜けていってますね。風をきたしてますね。うおひゃー夕暮れだー、綺麗じゃんちょうど夕暮れに間に合ったようですね。どっかいい感じの泊まれるところがあったら泊まって夕日でも眺めよう。さあ海に着いたよ。夕日どんな感じか見に行こう。よいしょ。ここはね、不当海岸っていうところらしいです。これは何だろう、ブドウだと信じたいね。さあ夕日こんな感じ、ヒュー、綺麗じゃが、ぼっけ綺麗じゃが、ね、いやいろいろあってお疲れの方もいるだろうけど、どうか癒されてほしいいいところだね、ほんとね、伊豆めっちゃいいとこやね。しばらくここで黄昏ようと思います。街まで走ってきたよ。伊豆半島はでかいということが分かりました。で今時刻21時ですね。これから晩ご飯食べて宿に向かおうかな。まずは晩ご飯じゃ。静岡といえば爽やか、爽やかといえば静岡。そんな静岡を代表する人気なレストラン、爽やかさんに行ってきました。こちらの爽やかというお店は静岡県内のみに存在するレアなお店です。静岡のご当地レストランですね。こちらの人気メニューはですね、こちらのげんこつハンバーグですね。名前の通りげんこつのような形をした 250g のビッグなハンバーグです。で、よく焼くこともできるんですけど、基本的にはレアな状態で提供されています。ニオソースはおかけしてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、羽が収まりましたらお召し上がりください。はい、焼き加減気になりましたら鉄板スイッチに押さえていただくと火が入ります。ライスです、こちらでしょうか。はい、ソース跳ねる感じも最高に美味しそうですけど、中切った感じはこんな感じです。はい、肉肉しいのが好きな方はこのままで、よく焼いてほしいという方は
スタッフの方にお声掛けください。で、爽やかなお店はどこに行ってもね、従業員の方がこう、その名の通り爽やかな接客をしてくれるので、その点もすごく気持ちがいいですね。はい、いや今回はよく走ったからなのかな、何なのかわからないけど、いつもの100倍ぐらい美味しく感じました。美味しかったです。ごちそうさまでした。今日も爽やかうまかったです。ごちそうさまでした。さあ今日の宿なんですけど、もう夜10時近いので、今日はね目の前に見えてるんですけど、快活クラブに泊まろうと思います。でいつもはね漫画の紹介ぐらいしかしないんですけど、今日はあの快活クラブはどんなこうサービスがあるのかとかね、まあ、いつもホテルで紹介してるような感じで今日は紹介してみようかなと思います。はい、それじゃあ快活クラブにピットインです。快活クラブのいいところはですね、予約がいらないっていうことですよね。であと24時間営業であるということですね。24時間やってるので、到着の時間を気にしなくていいっていうのも、これもメリットかなと思います。それじゃあ中入っていきましょう。これからネカフェに入ります。あとネカフェね、寒くて眠れんことがあるので、僕はいつも寝袋を持って行ってます。あとはあの豆ですね、豆です。でこんな感じかな。持ち込み OK なので、食事とか飲み物とか持っていくことも可能です。さあそれじゃあ行きましょう。それじゃあ受付行きましょう。快活クラブはね、いろんなことに O をつけるんですね。店舗お入り口になってますけど、これが快活クラブのスタイルです。でこんな風に特徴を書いてありますね。シャワーが無料、これはお店によって違うんですけど、タオル使い放題っていうところもありますね。持ち込みとか外出も OK で、結構気軽に使えるし、シャワーが使えるっていうのがいいですよね。じゃあ料金はこんな感じですね。だいたい夜一泊するとなると、この夜の時間に入ったら、鍵付きの個室じゃなければ1500円ぐらい、個室だと1800円、12時間いた場合はだいたい 2,3000円っていう、これぐらいになりますね。ビジネスホテルよりは割安かなと思います。それじゃあ受付行ってきます。それじゃあ次はお店の設備見ていきましょう。こちらシャワールームですね。シャワールームはあるお店とないお店があるんですが、シャワールーム備わっているところはこんな感じで洗面台とシャワーがあります。使いやすいです。で次に洗濯乾燥ルームですね。これはだいたいどのお店にもあるような気がします。洗濯機は1回300円です。で乾燥機は30分で100円です。これはねコインランドリーより安いので、僕はだいたいこの快活クラブで洗濯してますね。はい、ちゃんと洗濯もしております。で次は鍵付き個室ルームの紹介です。鍵付きの個室ルームとそうでないタイプとあるんですが、今回は鍵付き個室ルームを紹介していきます。こんな感じで、ビジネスホテルとかでもあるようなカードキータイプですね。中こんな感じ、人一人が寝るぐらいのスペースはあります。はい、こんな感じです。そうですね、一人旅とかね、バイク旅とか自転車旅とか、そういう武骨な旅をする方にはこういった快活クラブいいかもしれませんね。はい、で明日は山梨方面進んでキャンプの予定です。はい、本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。